マルセロ・ニコラス・ロデー・ロベニテスは、ウルグアイ・パイサンドゥー出身のプロサッカー選手。メジャーリーグサッカー、シアトル・サウンダーズ FC 所属。ウルグアイ代表。ポジションはミッドフィールダー。2003年、地元のクラブでプレーしていたところをスカウトされ、名門ラシオナル・モンテビデオのユースチームに加入した。2007年、トップチームに昇格し、8月19日のフェニックス戦で、 デビューした。2009年のコパリベルタドーレスでは、セカンドステージ初戦のウニベルシダ・サンマルティン戦に途中、出場して90分に決勝点を挙げ、その後はレギュラーに定着した。ホームとアウェーのナショナル・アスンシオン戦、ホームでのリーベル・プレート戦でも得点し、セカンドステージで6試合4得点を記録したことで、同大会のチーム内得点王に輝いた。決勝トーナメントでは、 サンルイス、パルメイラスに勝利したが、準決勝でエストゥディアンテスに敗れた。同年には、ウルグアイのエルパイス氏による、南米ベストイレブンに選ばれた。2010年1月、アヤックス・アムステルダムに移籍した。2月7日、FC トゥエンテ戦でデビューを果たし、3月25日、KNVB カップのゴーアヘッドイーグルス戦で、初ゴールを記録した。 U-20 ウルグアイ代表として2009南米ユース選手権では3ゴールを 2009FIFAU-20 フフワールドカップでは2ゴールを決めた。また A 代表として 2010FIFA フフワールドカップ予選の大陸間プレイオフコスタリカ代表戦でデビューを果たした。2010年5月29日 2010FIFA フフワールドカップ本大会に出場する23人に選ばれた。 6月12日に行われた初戦のフランス戦で、後半途中出場するも18分間のプレーで2度、警告を受け退場。2010FIFA ワールドカップの退場第1号という不名誉な称号をもらった。2011年6月23日のエストニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。